では次の方。はい、国際経過大学教育学部4年湯川樹里です。よろしくお願いいたします。喉乾いた。お父様とお兄様のご職業は？あ、はい。面接は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。ジュリー、そんな寝方しとったら首痛めるぞ。寝てないよ、横になってただけ。就職試験どうだった？もうダメ、落ちた。19歳全敗。まだわからんだろ。わかるよ、そういうもんなの。都会の会社ばっかり狙うからだ。私は早く一人暮らししたいの。そんなにこの家から離れたいのか？じゃあこの家に残るメリットってある？お父さんはリストラ、お兄ちゃんはニート、サナエお姉ちゃんは父親が誰かも言わず一人で誠を産んで、22のミソラでお母さんと一緒に家族養えって。あれだね、そのうちお父さん明るいうちから飲むようになるよ。おじいちゃんは別だよ、ご隠居さんだもんね。さあさあ、グッド。何お姉ちゃん、この時間だと誠のお迎えとか？うん、そう、今日これから M2 マートにも入るからお願いできる？うん、わかった。じゃあね。お姉ちゃんは偉い。誠にかかるお金全部稼ぐつもりで一生懸命働いて、なのに。ただいま。お父さんそれ見てて面白い。ニュース見ようと思ってたんだ。翼、ゲーム終わってくるか？お兄ちゃん、セーブすんなってのかよ。じゃあもうリビングでロープレケはできないのか？お姉ちゃんから電話があった。誠を迎えに行ってって。たまには行ってきてよ、たった一人の甥っ子でしょ、翼おじさん。早苗ちゃんはジュリちゃんに頼んだんだろ。俺が行くってのはなんか違うかと。なんで31の男が25と22の妹を呼ぶのにちゃん付け？ねえ、行ってきてやれ翼。お前もしばらく外に出てないだろう。まあいいよ、やっぱ私行くわ。外に出るだけで寿命縮む人に行かせるのかわいそうだし。大丈夫だ、任せとけ。チャチャ。ジュリー、お前少し感じ悪くなったな。昔はああいう言い方しなかったろ。翼とも一緒によく遊んでたじゃないか。昔の話でしょそれ。ジュリ姉ちゃん、誠は可愛いと思う、守ってあげたいとも思う。だけどお母さんが言ってたみたいに、うちはもう誠さえ真人間に育ってくれればいいっていう空気感が嫌。何より
それに流されそうになる自分が嫌だ。ああ妹さん、早苗さんとつながらなくて、今誠くんのおじさんって人が迎えにいらしてるんだけど。怪しいやつ。え、知らない。じゃあ今来てるのは。あれ、翼兄ちゃん。なんて嘘ですよ嘘。どうです、うちのメガネ男子。妹さん。はい。笑えない。あ、すいません。誠くんの様子だと本当のようですけど、前もってご連絡いただくとか、免許証でもお持ちいただくとか。いや、免許は持ってな、あ、いや、すいません。はい、はい、では。あの、お兄さん、できれば手をつないであげてください。あ、はい。じゃあ誠、教訓先生、バイバイ。誠くん、また明日ね。バイバイ。バイバイ。ねえ、いつもマータンっていうのになんで今日は誠なの？マータンっていうのはジュリお姉ちゃんの方だろ。覚悟を決めろ、その時のために。答えを恐れるな、勝負は今だ。真の像が二つのシンボル。あれ、先輩じゃないっすか。誰？うわ、夏いっす。先輩っすよね。覚えてないっすか、俺のこと。あ、ごめん、ちょっと待って、思い出す。つうかいいんすか、あれ。何こいつ、これで保護者か。逆に腹立つし。なあ、女だって話じゃなかったか。テンション下がるか。だから、オタくんとこの誠くんと翼おじさんを金目的で誘拐したんで、身の代金を用意しろっつう話ですよ。ちょっと変な冗談はやめて。冗談じゃねえよボケ。一回しかないからよく聞けよ。身の代金は500万。経営団地あんだろ、ぶっ壊す予定な。そこのビート102号室に今から30分後の7時20分までに金持ってこい。人質もそこにいる。現金と直で交換だ。7時20分までに間に合わなかった場合は親父の方を殺す。次に子供だ。ちょっと寝てって。今から500万なんて大金用意できる。最後に声聞かせてやるよ。ほら、なんかしゃべれ。それじゃ分かんねえだろ。時間的に無駄だと思うが、警察に知らせたらその時点で殺す。いいな。時間がない、預金を貸してくれ。新手のオレオレ詐欺とかじゃないんか。こんなのオレオレ詐欺なわけないでしょ。ジュリ落ち着け。確かに翼と誠の声だった。よし、足りてる。俺が車で行くわ。ジュリは親父と母屋にいる。また犯人から連絡あるかもしれないしな。私も行く。私が行かなかったせいで誠がさらわれたんだから。これは一家の主の仕事だ。は？何言ってんのよ、こんな時に。こんな時だからだ。いいからお前は親父と家にいろ。高海、なんだようるさいな。車は信子さんが使ってるんじゃないか。ああ、もう時間が。誠、だから自転車で行けば。自転車で間に合うんか。じゃあ親父、もっとマシなアイデアが他にあるのかよ。おい、何のつもりだ。私が言って誠だけでも逃がしてくれ。やめろジュリー。ちょっと離して。お母さん、いや、このバカ。私のせいで。もういいから、とにかく行ってくる。親父とジュリーは母屋に。赤海、
その包丁持ってこっち来い。ジュリもだ。だから今は。おいと言ってんだ高海。一分もかからん。一切の説明は後だ。座れ。一分だな。石の上に手を置け。あんだよ、まじないとか神頼みだな。今は早く死ねえが。二人を助けたいんだろうが。上の穴は塞ぐなよ。な、何を。もう来とるぞ。おい親父。お父さん離さないで。なんだジュリー、お前覚えとったのか。知らない。でもなんでこんな記憶。えい、おきながら話そう。なに、時間はいくらでもある。視界、この世界のことをわしのじいさんはそう呼んでた。視界、テレビとか宴会のあれか。止まってる世界と書いて視界だ。そのまんまじゃないか。知るか、別にわしが決めたわけじゃない。ねえ、私たちの他に誰も動いてる人はいないの。ああ、いない。石の使い方は教わったが、石の出所はじいさんも知らんかった。術自体は遠い昔のものだろうな。理解できないことだらけだな。空気の摩擦や動力はどうなってる。なぜ普通に呼吸できて歩ける。時間や物質の概念は。科学的な説明をしろと言ってるのか。そう。わしにできるわけねえだろ。親父がやったんだろこれ。わかりませんって。どうでもいいだろんなこと。どうでもいいってな。だいたいなんでこの術のことを黙ってたんだ。知ってればあんな大騒ぎしないで済んだろ。お前らに一つ言っておくことがある。この世界に入った人間の話だ。はじめは驚いて感動すら覚えるやつもいるだろう。だがその後はお定まりよ。止まってる世界で好き放題。近くにいる奴の財布から金をくすねたり。男なら女風呂を覗いたりとかな。おじいちゃん、それ。安心しろ。わしはしとらんて。まあ、得てしてそういう欲望は暴走するもんだ。最初は小銭だったのが札になり、店のレジになり、宝石強盗になりってな。そうやってこの世界に浸りきった人間は最後、この世界に飲み込まれる。わしはじいさんからそう聞いた。本当かどうかは知らん。試すつもりもなかったからな。ここか。
部屋は B 棟の102号室。しかし本当にここにいるのか。普通はこう身代金の受け渡しはもっと慎重に。計画性のある奴らならうちより裕福な家庭を狙っただろう。安易な連中なんだよ。いや鍵ぐらいかけるだろう。うん、裏に回るぞ。ああそこ、こいつらが電話のやつ。こういう感じじゃないと思うけど。開いてるな。ひでえことしやがる。許せない。ジュリー、さっさとお二人を連れて帰るぞ。後のことはそれから考えればいい。どけ。高文、こっち手伝え。おお、分かった。おじいちゃん、今ここに。ジュリー、お前は誠を運べ。はい。このまま後ろに引くぞ。おお、せーの。いっそと運ぼう、その方が早い。分かった。そっち待て、そっち待て。分かった。いいか。よ。せーの。一旦持ち上げると落ちてこないのは楽でいいな。だが横に運ぶにも力はいる。分かってるよ。ちゃんと押してんだろ。なんで。なんだてめえら、やめねえか、この。もうやめて。うるせえ。痛い。あれ、倒れてるの私。殴られた、いつ。おい、そこら、ビビってんじゃねえよ、ブラ。生かしたくのはじいさんだけって話だろ。てめえらの頭が決めたことじゃねえか。腹くくれねえなら帰るか。こんなん本気で振り切れば一発でぶっ殺せるだろ。チッ、手本見せたるからよく見とけ。ジュリねえんだ。驚いたな。今のは瞬間移動ってやつか。ああ、くせえじいじが、てめえら何やってんだ、捕まえろ。おいおい、このままじゃ逃げられるぞ。お前はあれできねえのか。ほんでし、そう、奴らだけの血さ。嫉妬すら覚えるよ。待てこら、お前ら、こっち来い。ガキ刻むぞ、こら。やめて。だったら来いよ。ガキだけじゃねえぞ、親父と兄貴も置いて逃げんのな。え、まさか何聞いてんだよ。花からそういう予定だっただろ。嫌がった。これさっきの。どうした、ぶっ殺されてもいいのか。かぬりに
かねてから伝えていた通り、ついに我らがご本尊である本石の所在が明らかとなった。無論これまで奉ってきたあの石にも同様の力はある。しかしやはり本石があってこそ真の力が発揮される。明治の頃より受け継がれてきた我らの教えではあったが、世間から見れば異端やカルトと同じ、キーの目で見られた者も時代遅れと嘲笑された者もいるだろう。だが本石さえ手に入れば、この大炎行記に記された誓いの力が我らのものとなる。世界は変わる、いや変えられる。宗主様、お言葉を。今さら君たちに教えの言葉は不要。さあ私たちの世界を始めましょう。待てこらお前ら、こっち来い。ガキ刻むぞこら。やめて。だったら来いや。ガキだけじゃねえぞ、親父と兄貴も本気で逃げんのか。今さら何引いてんだよ、花からそういう予定だっただろ。来やがった。どうしてぶっ殺されてもいいのか。さっきの管理人だ。あいつ気づいてない。後ろを見ろ、ガキを放て。うるせえよ宗教屋が。信者どもみてえに指図できると思ってんじゃ。僕は言ってないはずだよ。探せ。はい。動かない誠と翼はあれが守ってくれる。危険なのはわしらの方だ。一旦逃げるぞ。私は車の方を探してきます。ねえ、何なのあれ。さっきのあのでっかい化け物。だから管理人だ。管理人って。だから何なの。お兄ちゃんと誠は大丈夫って何。この司会のルールを破ろうとした時現れるとじいさんに聞いた。だから止まっている誠に危害を加えようとした時現れたんだ。だがわしだって全ての決まり事を知っとるわけじゃない。何が引き金となって奴が出てくるかわからん。知らず知らずのうちにルールを破ってわしらが奴に襲われる可能性だってあるだろ。じゃあ、あの連中はなんで動いてたの。誰も動けないはずでしょ。もしかして術が解けた。ありえん。そんなこと起こるはずがない。あの、すみません、おまわりさん。今大変なことが起きて。なぜ奴らが動けてるのかはわからん。ただ一つ確かなのは、あの連中がわしらを狙っているってことだけだ。もうわけわかんない。二人を助けに行ったはずなのに。そうだ、おじいちゃんのあれ。あれ、さっきのやつ、瞬間移動。それでお兄ちゃんと誠を連れ出せばいいんじゃ。いや無理だ。昔試したんだがな、止まってるやつと一緒には飛べねえ。飛んだとしても置いてきちまう。そんな、結局状況は変わらずだな。あ、あ、うん、
結果的に実愛会の協議が実演されたわけだ。お前の言ってた通り、カヌリニの存在が最大の難点だな。俺は楽観視しすぎてたよ。あれはあれで悪くない。皆の勝手な行動の抑止力になっただろう。他の連中にも見せといた方が良かったんじゃねえか。いや、必要ない。それよりじいさんの瞬間移動の方が厄介だ。おそらく管理人が守っているのは死者だけだ。じゃあお父さんは守ってくれないの？さっきわしらが殺されかけた時には管理人は出てきちゃくれなかったからな。元はうちの先祖らしいが、どうやら湯川家を守ってくれてるわけじゃねえみてえだな。は？ご先祖？ええ、まあわしもじいさんから聞いただけのことなんだがな。あれはこの世界で遊びすぎた人間の慣れの果てなんだと。まさか。うるせえよ宗教屋が。信者どもみてえに殺出できると思ってんじゃ。マジか。柴田さん、カヌリニが出たって本当ですか？ああ、来んな来んな、見ねえ方がいい。つか、出たとか言うな。仮にもうちの神様に言う。柴田、父親を確保するぞ。ああ、ジジイども追わせたのは失敗だったな。ここが手薄にならないようにしばらく探させたら呼び戻すが、いいか？そうだな。長男とガキはどうする？止まってるものに用はない。わかった。ほら、立てよ。カヌリニ、大炎行記の通りのお姿でした。教えは正しかった。自分ら、使命から外れてなかったんですよね。当たり前だ。よかった。第二班への伝令内容は以上です。管理人のことは伏せておいてください。管理人？カヌリニのことですか？あちらさんではそう呼ぶらしい。どこかで誤伝して変化したか。適当ですね。逆にうちの大炎行記、単なる古代英雄譚でなかったことは大きな収穫。カヌリニイコール現象の偶像化という最悪の線も消えた。でも小さかったんでしょ？記述より一回り小さくなったと楽観的に考えていますが、真島さん的にはどう思います？さあ、私は佐川さんの判断を信じるだけです。術をやり直す、それが奴らを振り切るのに一番有効な手段のはずだ。この世界はいわば映画のフィルムの一コマみてえなもんだ。わしらはその切り取られた一コマに侵入して動き回ってる。千分の一秒のズレで全く違う視界になるはずだ。奴らがなんでわしらと同じ視界にいるのかはわからねえが、ともかく一旦術を解いて視界を出て、すぐにもう一度術を発動すれば、この時間と違う視界に入れるはずだ。奴らのいねえ視界で翼と誠を連れて帰ろう。
でもその場合お父さんは？そうなんだよな。もしそうなったら高文をこの世界に置き去りにしちまう。二度と会うことはできねえ。だからまずは高文を助け出してからだ。うん。いいな。わしは隙を見て連中から高文を救い出す。お前はうちから石を持ってくるんだ。そうだおじいちゃん、さっきの。しー、大声を出すな。ごめん。あれどうやるの？瞬間移動、私にもできる。どうって？教えて。私もできるようになればお父さんを助けるのだって。やり方なんてもんはねえよ。ただそこへ飛ぼうとするだけだ。飛ぶ？飛ぶ。試しにあそこへ飛んでみな。だろうな。わしのじいさんもできんかったよ。え？おそらくわしらの体の中に入ったあのクラゲとの相性だと思う。ただあそこへという確信を持って。おじいちゃん大丈夫？コントロールなんてほとんど効かねえから、あんまじゃこれ当てにしねえ方がいいんだ。わかった。高文はわしが何とかする。とにかく石を頼む。終わったらまたここに集合だ。うん。おじいちゃんも無理しないでね。おう。んだ実際。死者に危害を加えようとすれば現れるんじゃ。俺たちの計画は丸つぶれだぞ。カヌリに。あの化け物がいる限り、司会術を使った暗殺業なんざ無理だ。このためにどれだけの金をつぎ込んだか。まあ、信者どもはご本尊のため、教義遂行のためと信じきってるようだがな。で、どうすんだ、対策は。真島とも話したのだが。真島ね、入会して半年、俺たちを寝踏みしていやがった。いけすかねえ女だ。ああ、そうだった。火が使えるぐらいなら銃を用意したんだっけな。しかし、彼女が我々にもたらした情報は大きい。私は視界に入ったことがあります。本籍を持つ者も知っている。で、あの女と何を話したんだ？カヌリニの体が大炎行期の記述に比べて小さかったのではないかということだ。偶然じゃないのか？試してみよう。雇われ組を使うってか。そのために用意した数でもある。ようやくこの世界に帰ってきた。17年か。
あの、また、また。病院行こう。また、病院。できれば手をつないであげてください。ごめん、また。こんなことになっちゃったんだろう。私今日面接受けてたんだよね。なのにいきなり誠とお兄ちゃんが誘拐されて、それでこの世界に入って二人を助けに行って、他に誰も動ける人はいないはずなのにいきなり襲われて、それで知らず知らずのうちにルールを破ってわしらが奴に襲われる可能性だってあるわ。もうやだ、こんな世界。早く出たい。おじいちゃんが言ってた通りにもう一度術をかけ直す。それで終わる。術をかけた時だ。盗撮隠しカメラ、隠しカメラとなれば1日や2日じゃねえぞ。1週間、1ヶ月、あるいはもっと。ずっと狙っていやがったんだ、術を使うその瞬間を。となると奴らの本当の狙いは、生かしたくなじいさんだけって話だろ。術そのものとこの石。お前はうちから石を持ってくるんだ、ジュリー。早く石を持って行っておじいちゃんと合流しないと。誰、何この人。石はどこ。くそ、わしはなんて間抜けだ。こんなことに気づかねえなんて。頼む、無事でいてくれ、ジュリー。ああ、もう何やってんの。マジで、あの俺にやらせて。湯川家は一家失踪ってことにするんだから、結婚とか聖域とか NG なんだよ。そんなの下にシートとか敷いとけばよ。どんだけ痕跡残したがんのよお前。何
何これ。私殺されちゃうの？おじいちゃん、お父さん、まこと。始末しろよ。いや、女の顔見てみろよ。真っ赤じゃん。鼻血出すよ、それ。じゃなくてさ、こいつ目が変っていうか、色素が消えたみたいに真っ白。はぁ？うわ、何これ、どうなってんの？お前なんかした？知らねえよ。こんなの初めてっつうか。ちょ、何やってんだよ。手離せんじゃねえよ。おい、どうした？悪い。なんか急に具合が変わって俺ちょっと横に。おい、大丈夫ですか？なんだ今の。玉がに。玉ってあれか、俺らの体の中に入ったあのクラゲか。玉ワニと融合することで私たちは視界に入って自由に動くことができる。その玉ワニをあの子が追い出した。表層的に。うわっ、黙ってめって、このとなしくし、ねえ、石はどこ？そっちに。あなた方は今まで何をしてきましたか？視界を使って宝石と視界の存在は創者の意志、真珠佐賀桶に。加藤さん！何？どうしたの？あれ？イモト君？加藤さん、そいつに触れるな。クラゲを追い出される。何？どういうこと？死者にされんだよ。待って、殺さずに捕まえられる。アホか！なよい、どこにあんだよ。待てくれ、この野郎。逃げてんじゃねえよ。玉ワニと融合し視界に入るということは、いわば異空間での活動が可能な別の生物になっているようなもの。自らの意志で視界から出る確信があればこそ、視界の自然霊であるタマワニの性質も利用していられる。だけど、随分と派手にやられたね、塩見さん。状況を説明してくれるかな。なるほど、侍女がこんな力を使うとは。
さて、佐川さんのところに行ってくるよ。石を取られたなんて報告は嫌な役目だけど、この特殊な力は伝えておかないとまずいよな。玉鰐を追い出すか。強制的に視界から退去させられるのは随分と苦痛を伴うみたいだ。その人は少し時間がかかってた。運が悪ければ助からないかも。そうか、怖いな。くそ、人数足らなさすぎだろ。おお、どうだった？いや、ダメっす、見つかんないっす。しゃあない、とりあえず戻ろう。木の人、どこかで会った。ダメだ、いろいろありすぎて整理できない。ああ、出がけになんかごねてた人か。こいつをやればいいんすね。そうだ、お前も知ってるだろう。そいつはいざって時におじけづきやがった。皆のいいまとめ役でしたが、秘密を知りすぎてしまった。残念です。心配しなくても、そいつは術に参加していない。今は死者だ。ういっす。ふんふん、反乱分子の始末か。まあいいさ。さて、どうする？頸動脈を切るか？あ、でも止まってっから血も流れねえんだよな。あれ？だったら雨がっぱ意味なくね？まあどうでもいいことだな。首でも切り落としてさっさと終わらせるか。今度も頭。反応対象は殺意に伴う脳内物質か、あるいは脳波か。砂、いや違うな、味はプロテインに近い。拡散だけでなく、やはり消えるか。どう思う？確かに縮んでるな。アナンをやった時はもっとでかかった。どういうことだ？人一人潰すためのエネルギーを消費したのだろう。主に物質化と、その質量を一定時間維持するために。そして小さくなっているということは、エネルギーは消費するが、それを補給する術がないということ。つまりカヌリニの稼働時間は有限ということだ。少し休め、ミヤオ。顔真っ白だぞ、お前。すいません。知りたい情報は得られた。中で話そう。ああ。
何？なんか怖い夢でも見たんだろう。きっと何言ってんの？翼兄ちゃんも誘拐されてたじゃん。されてたね。でしょ？もうあの怖い人たちいない？警察捕まった？ここどこ？病院。高いな。俺なんか動かない世界に戸惑ってばかりだ。あれ、さっきあの連中動いてた。なんで父さんはあそこにいたんだ。身代金の電話からそんなに時間も経ってないのに。俺たちを誘拐した連中も動かなくなってた。何がどうなってるんだ。そうだ、誠だけでもちゃんと守らないと。だけどこれからどうする。こんな世界の中で何をどうすれば。おーい、本当に動かないの？おーい、おーい、大きな音ダメ。まだそんなことしちゃダメ。ほらほら降りて。まだちょっとほら、まだちょ、どこ行くの？鬼ごっこはなし。いい加減にしないと怒るよ。遅い。まだ。マコト！こら！大丈夫？翼兄ちゃん、外出るのは久しぶりなんだから無理しない方がいいよ。お家帰る？ああ、ああ、そうだね。はあ！何言ってんだってめ、バカか！女一人に石まで奪われただと？石の所在は問題ない。父親をこちら側で抑えている限り奴らが視界から出ることはない。いや、そうかもしれないけどよ。それより次女の玉鰐を追い出す能力というのは？直接見たわけではないが、真島の話によれば次女に胸元を触られた直後、まるで弾かれたように体から玉鰐が追い出されたそうだ。全部で三人、鼻から血を流したまま死者になっている。お連れしました。どうぞ宗主の前へ。行けん。おい、ほら見ろ。あ、そこに映っている石はもともと我々のご本尊でした。ここにある石はいわば属石、
はあ、そうですか。でも前からうちにあったような気が。だからなんだ、所有権主張する気か、法律の話か。ああ、いえ、そんなつもりは。失礼ながらあなた方のことをいろいろと調べさせていただきました。家庭環境、経済状況、生活スタイル、その上で一つお伺いしたい。司会術のことを知ったのはいつですか？はっきり答えろ！イライラさせんな！今日です。そこでお話があります。湯川貴文さん、これは課長と課長の正式な取引です。さっきのはどういうことだよ。は？次女が逃げた時に言ったよな。殺さずに捕まえられる。それだけじゃねえ。玉ワニが追い出された時も随分詳しそうだったじゃねえか。どういうつもりだ、もし俺たちを騙そうってんなら。え？私も一度あの能力を受けたことがある。は？それどういうことだよ、詳しく教え。今はまだ言えない。信頼してもらえるかわからないから。ちょっと正面行ってくる。てめえももっと警戒しろよな。警戒。うんめえ、最高。俺一度でいいから全種類制覇したかったんだよね。散らかすのもほどほどにしとけよ。うっす。てかお前何やってんの？え、いや、そんなもん見んなら本物があんだろうが。本物が、ほらこうやって見てろ、ほら。どう？おい、あれ資料で見た女じゃね？殺しとくはずだったろ。逃げられたんじゃね？だったら俺らが処分したら。縮小もんだよな。行くぞ。くそ、なんてざまだこの老いぼれめ。ジュリー、無事でいるのか？マンションにはいなかった。こりゃちゃんと家まで行って確かめてこねえと。おお、ジュリー、よかった、無事だったんだな。うん。おじいちゃん、どうしてここに？お前が心配だったからだ。あの連中の仲間がうちに。おめえその首。大丈夫だよ、なんともなかったし、すぐに逃げ出したから。それにほら、石。すまねえ、俺がもっと早くに気づきゃ、おめえを危険な目に。おじいちゃん。あ、よかった、人がいた。いや、気がついたらいきなりこんな風になってて、なんでかわかんないけど誰も動かないし、携帯も繋がらないし、途方に暮れてたら人の声が聞こえて、それで慌てて出てきたんですよ。いや、本当によかった。あ、もしかしてそれが石ですか？やったね、これでダブルボーナスゲットだ。何やってんすか。一撃食らわしてから取り囲むって話でしょ。気をつけろ、そいつら変な超能力使うぞ。おい、え、マジ？なんだ、消えてもたった数メートルじゃねえか。取り囲め、確実に追い込むぞ。くそ。おい、いたぞ、こっちだ。おい、逃がすんじゃねえぞ。おじいちゃん。
分かっとる。とにかく今は逃げるんだ。泣いたかな。分からん。だがどこから出てきてもいいように道路の真ん中を歩いていくぞ。ねえ、あの連中って間違いなくわしらを襲った奴らの仲間だろうな。柄の悪い連中だ。人殺しを何とも思っちゃいに。うん、とにかく石は手元にある。当初の目的通り、あとは高文を助けて。とにかく石は手元にある。当初の目的通り、あとは高文を助けて。おじいちゃん、来たことあるよね。子供の頃、この止まった世界に。ねえ、じいちゃん、こんなの違う。アンドレ息してないじゃん。死んでるのと同じじゃん。まあな、でも生きとることは間違いないぞ。元に戻せば今夜中に死ぬ。こりゃ泣くな、ジュリオ。アンドレも年なんじゃ、休ませてやれや。それともこのままの世界でじいちゃんと二人っきり生きていくか。アンドレは神様に返そうな。それは死なない。じいちゃんだけ帰れ。そうか。じゃあ術を解いて帰っちまうぞ。そしたらもうじいちゃんとはバイバイだ。アンドレも動かねえまんまだぞ。バイバイ。わかった。バイバイ。バイバイ。とりあえず、うちに帰ろうな、ジュリー。ほれ。やだ！まずい、視界から出されちまう。戻れ、止まれ。えい、ほう。どんくらい時間が経った。いや、んなことより、わしは今一瞬でも視界を出てねえか。もし一瞬でも視界にズレがあったら。ジュリー。あれほど焦ったことはねえ。ジュリー、本当に孫を視界に閉じ込めちまったかと3秒で震えたよ。初めて視界を地獄のように感じた。
お前に術を伝えるのは危ねえ、そう思った。人間成長しても根っこの性格は変わらねえ。お前に術を教えたら何かのきっかけで見境のねえ使い方をするんじゃねえかって気がしてな。忘れちまってくれてるんならそのままの方が。石を捨てようとは思わなかったの？ああ、何度思ったかわからねえよ。お前なら捨てられるか？そいつを捨てて後で死ぬほど後悔する時が来ねえと言い切れるか？でも逆だった。石があったから誠が誘拐された。あのなあ、俺だってみーけちょ、待て。大丈夫、息して、息、深呼吸。追い詰めたぜ。おじいちゃん、おじいちゃん、ダメだ。ここまでみてえだな。デカパイは一人じゃ飛べねえ。ジジイをやった後に遊んでやろうじゃねえか。俺は別に。じゃあ俺が最初にやるからな。いやいやいや、俺が最初に決まったんだ。イライラする。なんで私たちばっかりこんな目に。欲しけりゃくれてやるわよ、こんな石。やるって何？デカパイが何だって？いや、俺はもうちょい失敗の。反撃開始よ。はい、これで終わり。あいつらの仕業か。ひどい。無事だったからいいようなものの、この罰当たりめ。で、本当なの？うちに監視カメラが仕掛けられてたって。一週間前？いや、何ヶ月も前からか。間違いねえ。わしらははめられた。誠たちの誘拐も術を使わせるためだったんだ。相手は得体の知れない新興宗教。ヤバそうな匂いプンプンじゃない。でもあの女の人は宗教とかそういうのとはなんか雰囲気が違った。ひょっとしてあの子って。ねえおじいちゃん、聞きたいことがあるんだけど。え？子供の頃、私を視界に連れてった時、もう一人いなかった。女の子が橋のところに。ああ、女の子？いたような、いなかったような。けどよジュリー、なんだって今頃んなこと聞くんだ？とにかく
奴らの建物から何とかしてお父さんを助けなきゃ。その後で、ね、おお、一旦視界から出てすぐにもう一度入り直す。そうすりゃ連中は追ってこられねえ。もう一度あの団地に行く必要あるかもね。誠とお兄ちゃんを別のところに隠しておこう。ん？誠たちは死者だ。管理人が守ってるみてえだから敵も手出しできねえぞ。でも何してくるかわかんないでしょ。用心に越したことないわ。ほっぽりっぱなしじゃかわいそうだし。うそ。誠はどっかに動かしたか。お兄ちゃんもいない。連れてかれたのって。いや、高文だけだ。間違いねえ。この外し方、まるで自分で。どうした？ おい、そんなもんに触るな。見て、こいつ止まってる。止まってんじゃねえ、死んでんだ。ん？死んだら体の中のクラゲってどうなるの？抜け出して翼に。マータン、うちに帰ろう。ジュリちゃんやおじいちゃんたちの様子も見なきゃだし。かなり驚かれたんじゃないですか。司会です。何の予備知識もなかったわけでしょ。私も少し驚きました。まさか課長のあなたが初体験とは思わないもので。司会術を個人的な利益のためだけに独占している。俺たちはお前ら床明けをそう見てた。いや、個人的な利益ですか。具体的にはすぐには思いつきませんが、もう少しマシな暮らしをしていると思います。うちのご本尊に落書きしたのお前だろ。だから石だよ、石。なんか書いてあんだろ。モニターじゃ見づらかったが。努力だけか。あと小さく両国国技館。お前の親父の仕業だろ。違うか。いや、それはわかりません。すいません。これだよ、自覚がねえにも程があるぜ、術者の。お前ら湯川家は代々たくさんの人を救える立場にありながら、そのことから目をそらし続けてきた。で、お前はこの先残りの人生を全部捧げて他者の保護のために生きることはできるか。まあ仮に殊勝な心持ちになったとしても現実的に無理で、活動に必要な資金、人材、情報も一般家庭が1台や2台で作れるものじゃねえ。はい。湯川さん、
もう終わりにしましょう。え？お互いの生活に戻りませんか？参ったよな。あの次女と爺さんが本気で旋風決め込んだら、そうそう探し出せるもんじゃない。と思うんですが、どうすか、改札の真島さん。どうですかね。向こうがこちらの様子を伺う構えなら、接触する機会もあるかもしれないけど。もしあの二人が、人質よりも石を守ることを選んだら、石を持ってどこまでも逃げる。そうなると完全にアウトですね。よし。ふぅ、付き合ってらんねえ。一旦抜けるわ、俺。は？俺らは佐川の指示待ちだろ。医者に行くんだよ、俺は。行ってんだよ、花が。視界を出るってこと？それ無理ですよ。あ？次女が持って行った本籍がないと、視界の出入りはできないんです。実愛会の石はあくまでも、エンジンのない貨物車両みたいなものですから。ああ、そうなんだ。何にせよ、このまま視界を出るなんておっかねえことできねえ。どこにいるかもわからねえあの二人に対して、こういう状態をさらすわけだろ。いや、ふざけんなよ、出らんねえって。はあ？今初めて聞いたぞ、おい。あえて説明しなくても、大体の感じで理解してもらえると思ってましたけど。大体の感じってなんだ？つか、じじいと女がばっかりだら、マジで終わりじゃねえか！まあ、あれだね。視界から出られなくても最悪生きてはいけるよ。食料は町や民家にいくらでもあるし、俺らにしてみりゃそれが永遠に腐らない。そういや、時間帯的にもちょうど、どの家も晩飯が出来上がる頃合いだね。健康的な食生活で余生を送る。何余裕こいてんだよ、加藤さんよ。俺が殺すっつったろうが、あの女は。なのに結婚がどうとか細けえこと言いやがったよ。なんだよ、この玉は。やめろ、うるせえ。あんた近くで見てたんだろうが。こいつらは何やってたんだよ。何って、首絞めだよ、普通に。どこが普通だ。遊び入ってんじゃねえか。いや、やり方の問題じゃないよ。あの次女が他人を視界から追い出せることを俺たちが知らなかったからだ。俺なら殺せだ。そう。じゃあ俺の判断ミスだ。すまん。バカにしてんのか。いや、してない。おい！もう痛いな。何すんの？お前もういいわ。好きなとこ行って休んどけ。こうやって頸椎ひねれや。一緒にやったぞ。暴れたのってこいつだよな。力を使い切って死んだの。もう動かない。それ人か？食われたのか、こいつに。捕食されたんじゃなくて侵食されたの。これは玉鬼に自分の体の主導権を渡して視界の住人になった人。ちょっと待って、
あんたこれを知ってんの？実愛界ではカヌリニって呼んでる。人間が視界の住人に変化した姿。人間？こいつが？私たちのような侵入者が死者の生命を奪うような行為に出た時、視界を乱す異物とみなして攻撃してくる。佐川が言ってたのはこれのことか。止まってる人間に危害を加えるな。まるで視界そのものが意志を持ってるかのようだね。俺たちは雑菌で、こいつはマクロファージ？ってことはこいつみたいなのが何体もいるってわけ。わからない。実愛会の協議ではカヌリニは唯一無二ということになってるけど、でも今この視界の中に別のカヌリニが潜んでる可能性はゼロじゃない。どうでもいいけど随分冷静だよね。さっきなんか真っ先にこの化け物に駆け寄るし、実愛さんと付き合い続けるとそういう人になっちゃうの？私は一度見てるから。え？自分の家族がカヌリニになるところ。私は一度見てるから自分の家族がカヌリニになるところを。17年前、この近くの県道で家族と一緒に視界に迷い込んだの。湯川家の視界術に巻き込まれて。俺んとこでは片見分けは親父と叔父だけでやってたな。四十九日。話せよこら！いった！陽介、返しなさい。超孤独珍しいしもらってるじゃんか。もうお前こっから歩いて帰る。やめてよ。いいよ、あげる。ふん。人だな。やばい、体に。おすみません。どなたかいらっしゃいませんか？すみません、あの、止まってる。すみません、どなたか。さっきのあれが人玉だとしたら、ここってそういうスポットなのかな。やめてよ、君の悪いこと。そういえばさっき俺ブレーキ踏んでない。何言ってんの。踏んだよ、思いっきりガクンって。いや、あれは違う。俺は踏んでない。ああ、でもいいのかな。もうそれはここに住めば。住もう、ここに。ちょっとねえ、しっかりして。掴めない。何これ、光。ナックや。ああ、気持ちがいいな。母は私たちを守ってくれようとした。でも精神的に脆かった。お母さん、翔子、手伝い、引っ張れ。お母さん、お母さん。お兄ちゃん待って。you
動いてるの。父さんと母さんが。ダメだよ、みんなが動いたらアンドレが死ぬんだよ。お兄ちゃんが。止まって、止まってよ。私もここに住む。とりあえず今の話が本当だということにしておいて、まずはご家族はお気の毒だったね。で、こいつらをかませ犬にして、あの女が今でもたまーにとやらを追い出せるか確かめたわけか。わかんないな、そこまでして確かめること。お礼でも言うつもりだったの。視界から出してくれてありがとうとか。家族を視界から解放したい。次に現れるカヌリには私の家族かもしれない。それをあの女に。カヌリに化した家族の体からタママニを追い出せるかどうか試したい。ああ、だからわざわざ昔話をしたわけだ。協力が欲しいと。ええ、私一人だとあの女に言うことを聞かせるのは難しい。そうだろうね。で、あんたに協力するメリットは。情報かな。身を守るための。人がどうやってカヌリニ化するかなんてことは佐川すら知らない。加藤さん、視界から出られなくても生きてはいけるって言ってたよね。ん？うん。その覚悟は大事にして。視界から出られなくなった時、それに絶望を感じたり、止まった世界に耐えられなくなったりしたら、たとえ自分の意志で視界に入った人間でもカヌリニになる恐れが出てくる。マジで？なんつうかな、そういうのいまいちピンとこないわ。真島さん、頼み事しながら強い立場をキープしたい感じもちらついて、なんか嫌だ。別にそういうつもりは。協力したら一回ぐらいやらせてくれんの？全部終わった後でなら。じゃあそれでいいや。佐古くんはどうすんの？いや、つうかあくまで俺らは佐川に雇われてるわけだし。佐古くんの自由だよ。必要だと思うなら佐川さんに報告すればいいし、とにかくまどうやって探すかだな。あいつらこのまま逃亡すると思う？家族を置いて視界を出るとは思えない。要はあの二人が現れる可能性が高い場所はどこだって話だよね。やっぱり家族がいる場所。加藤さん、後ろ！出てこいや、ほら！ちょっと戻って。離れてたら一人ずつ狙われる。バカ、お前が来い。中の方が危ねえだろ。ぼーっとしてる場合か。ここを守らんと翼と誠が戻ってきた時。ジュリー、あいつら本当に来るのか？おそらく。あのおっさんはともかく、簡単に若いやんに乗ってくるとは思えねえな。簡単にはいかないだろう。自分の身内にも視界術を隠し続けたじいさんだ。まだ30半ばってとこか。大したもんだな。一部の人間は惹かれるんだろうな、ああいうのに。俺は好きじゃないが。まあなんだ、こんなことになったのは視界術なんて便利なものを隠し続けた親父のせいだ。視界術があれば俺のリストラも翼のミートも早苗が未婚の母になることだって。まあ誠は可愛いけどね。とにかく全部はあの親父のせいだ。
もう親父には任せられない。あの石は課長である俺が持つべきなんだ。話せないかしら。話せないかな、あの子と。はあ、何を言っとる。大体話の通じる連中じゃないだろう。でも湯川樹里、聞こえる？一人で出てきなさい。言う通りにしないと湯川家全員の命は保証しない。お前何挑発してんだよ。乗るなよ。出てきやすいように刃物しまって。ふざけろ。次にあいつらが飛びかかってきたら容赦しねえよ。お前あの女に言うことを聞かせたいって言ったよな。だったらここはもう引き上げだ。言った。本拠地に知らせに行くんだろうが、ひとまずよしとするか。これ管理人？なんか最初見た時より縮んでない？人間の慣れの果てって本当だったね。ああ。うちの先祖なのかな。どうだかな。帰ったらプリン食べようよ。ああ、一個までね。ジュリ姉ちゃんに怒られちゃうから。あの時、さっきの女と視界の中で会った？間違いないと思う。じゃあ、なんでこんなことをしてるんだ？それ、私も知りたい。で、そのまま一生懸命逃げてきました。てか、こいつらにギャランティーいくら出てんだ？なんもかも、アホらしいわ、俺。カヌリニの中に入っていた人体に人為的な痕跡はなかったですか？いえ、何も。ただ、ミイラ化しているようにしか。そうですか。意外に早かったな。残念だ。佐川には、家族のことは視界の中ではぐれたとしか話してない。なんか嫌だったんだよね。佐川の好奇心が、家族に対して向けられるのが。佐子さん、これから高文氏を通して湯川家に和解を呼びかけます。無論和解はフェイクです。爺さんが現れたら包囲する予定です。少し休んでから備えてください。了解っす。カヌリニはもう死んだんだろ。なら残りの家族全員捕まえて人質にすりゃいい。一人ぐらい見せしめにして死体吊るして投降勧告。張り紙一枚で済むぜ。いや、あの、やめた方がいいと思います。なんでだ。カヌリニがあの一体だけとは限らないじゃないですか。なんだそりゃ。お前適当なこと言ってんじゃねえぞ。その考えは面白い。その線でいけば私の立てていた仮説の半分は覆る代わりに、大炎行記でも触れられていない視界の深部が見えてくる。試すぞ。現れるのはこれまで通り背後だろう。すぐに知らせてくれ。ああ。カヌリニの出現、行動を決めるのは死者に対する我々の脳の状態だ。許される限界線を超えることなく殺意をコントロールできればカヌリニは動かない。徐々に殺意を上げていくというのも難しいな。もっとイメージをはっきりと具体的に。死者がカヌリニに守られている情報が邪魔をする。
一度取り払う。あれ、あ、いや、そいつ、はぁ、あ、なんだよこりゃ、いくらなんでも殺意弱すぎたんじゃねえのか。いや、もし比例するならこれまでに何度もこの大きさで出ているはずだ。残りカスみてえなもんか。それかこいつは失敗作とか言う。本当に死者を守るためだけの存在ってことか。よし、ナイフを貸せ。ほーれ、来てみろ。このおっさんを守りに来てんだろ。うわっ、いいぜ。剣を切れ、やられるぞ。三体か。今のは。そういえば、真島の両親と兄は視界の中ではぐれたとか。さっきのは、お前の。人質の親父を奪って俺らで使おう。あの女に言うこと聞かせるにはそれしかねえ。いいよ、無理にしなくても。あくまで佐川に雇われてるんでしょ。そうじゃなくて、視界から解放したいっていうのは骨を拾って帰りたいって意味だから。佐川のやつ感づいてやがる。お前の計画がバレるのも時間の問題だ。こっち来い。お父さん早く。待てって、お前ら人の話から来い。バカ野郎。お父さん、とにかく今は来て。目の前で術を解いて衣装を渡せば手打ちにしてくださるっておっしゃってくれてるんだ。俺たちにとっても損じゃないだろ。まさか、そんなの本気で信じてんの。信じるわけないだろ。とにかく今はダメだ。もし3人で逃げたら、その瞬間から完全に殺す気で追ってくるぞ。おめえがトロトロしてっからだろうが。ほんと最低だな。相変わらず何も考えてない。なんだその言い草。こっちがどれだけの覚悟で助けよ。やめてよ二人とも。何が覚悟だよ。みんな親父の覚悟のなさが原因じゃないか。翼と誠をあんな目に遭わせたのはあんただよ親父。お父さん、その話今は。なんでジュリを安全な場所に隠さないんだ。どこまで危ない目に遭わせてくれるんだよ俺の家族を。今からでも遅くない。俺を置いて一旦引け。ああ、その前に石はどこだ。俺が管理する。そいつは後でな。あくそ、出ちまった。逃げろ。早く悟られねえようについていく。それでいいな。いいの、鎖国に立場まずくなるんじゃない。イカれた奴らよりお前にくっついてた方が正気でいられそうなだけマシだ。よし来い。ちょっとまだ降りて、足が棒だ。翼兄ちゃん、ありがとう。ああ、服汚れちゃったから、プリンの前にお着替えしようか。うん。じいちゃん、いる？じいちゃん。なんだあれ、やっぱり夢かな。
だけね。晩ご飯食べられなくなったらママに怒られちゃうよ。はーい。またお着替え。あ、マコト、逃げろ。窓から出ろ。早く逃げろ。ジュリたちは高文の救出に成功した。しかし安堵もつかの間、翼の身に異変が。次回。